どうもしゅんです。こんにちは。今回は日経スタイルさんとのコラボ企画なんですけども、覆面人事座談会という企画をやろうと思ってます。普段就活生が聞けない質問であったりとかを僕が代わりにですね聞きたいなと思ってまして、人事の方にも覆面になっていただいて、個人が特定されない形で本音でお答えいただけたらなと思ってます。今回お越しいただいた人事のお二人は、皆さんが知っている大手企業の人事の最前線で働いている方です。今日お越しいただいたお二人の簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。小売業で勤めております40代男性田中です。営業経験してから10年人事やっております。よろしくお願いします。メーカーで働いている20代の鈴木です。私も営業を経てから人事で働いています。よろしくお願いします。それでまず一つ目、ちなみに質問に対してこの丸×の札を上げていただけたらなと思ってます。ぶっちゃけ顔採用はありますか。では札の方をお願いします。せーの。本当ですか。ないですね。ないですね。業種によっては、そういう会社さんあるって話聞いたことあります、はい、会社によっては、顔がいい方がいいっていう会社さんもいらっしゃるんですけども、私の会社は顔採用はないです。結果的にいわゆるこうイケメンの美女がいるかもしれないですけど、それを狙ってっていうことではないですね。あ、でも本当なんですね。それは顔よりはその方の明るさとか、熱意とか、笑顔が出るといいっていうところは私の会社は間違いなく言えるんですけど、顔が整ってるから選考に有利ってことはないです。綺麗な方が面接に来たらちょっと心揺れ動いて通しちゃうとかないんですか。綺麗なことがこううまく働く面もあれば、チームで働くときにむしろこうハードルが上がってしまったりすることもあるので、綺麗だかっこいいだけの理由で通す、迷ったときにその理由で通すか通さないかっていうことの判断軸ないことはないです。どうですか鈴木さん。いや同じですね、レジュメを見て、あ、かっこいいな、かわいいなっていうところはあるかもしれないんですけど、結局最終的には内面を見たり、はきはきと話せているかとか内容なので、結果モデル出身でしたとか、丸KB でしたみたいな人もいたんですけど、そこが顔が優先されたっていうことはないかなと思います。顔採用はないけど、顔つきの採用というか、性格が出てるその笑顔であったりとか顔つきは評価軸に入ったりとかはすることはあるっていうことですね。明るいか社交的かとか、あといろんな人と関わってきたかって、顔つきに現れるなって私個人として思っていて、そういった人はもう顔からこうにじみ出る、この人話しかけたいなとか、一緒に仕事したいなって思われてる要素があるので、顔はそういう要素で判断しますけど、かっこいいかわいいっていう基準では採用しないですし、それこそじゃあ整ってないから採用になるってこともないです。優秀だけど内定は渡さないっていう学生はいますか。札をお願いします。せーの。おー、それは結構な割合でですか、それともたまにですか。たまにですかね。やはり優秀な方は採用したいと思うことが多いんですけど、優秀もいろんな優秀がいると思うので、優秀だから皆さん合格内定ということにはならないんです。何をもって優秀かによるかなって思うんですけど、テストすべて100点満点でしたとか、それで優秀なのであれば、それであったとしても、例えば人に対して僕100点だけどどうみたいな感じで接するのであればちょっと違うかなって思うので通らないですし、何を定義するのかにもよるんですけど、なので私たちが求めているところのそこの優秀がマッチしない場合は落ちてしまうっていうのは全然ありえます。お二人が考える優秀の定義はいくつかあるんですけど、一つはまずご自身の考えがきちんとあるかどうか、ここはもう結構大前提です、でかつその自分の考えを端的に他者に伝えられるかどうかってい こう考えて伝えるっていうところは一つ要素として見てますし、あとは私どもの会社はチームで仕事をしていくことが多いので、一対他のコミュニケーションが円滑に取れるかどうかっていうところも見ていますし、あとはその今現時点での優秀者っていうこともそうなんですけど、この先どれくらい成長していけるかなっていうところの、将来の可能性みたいなことも含めてその優秀のポテンシャルの一つだと考えているので、他にもいくつかありますけど、優先的に見るのはそういうところかなと思います。逆に優秀だけど、あ、この人は落とすなとか過去に落としたことがあるっていう人は どういう人ですか。上から目線くんですかね。
僕すごいでしょうっていうことで、はい、アピールをこうしてこられる学生さんたまにいらっしゃるんですが、はい、もちろんあの優秀なことは優秀なことでそれはあの誇っていいことだと思うんですけど、うん、まあ、それを聞いて他者がどう感じるかなっていう視点がない方がたまにいらっしゃるので、あとやっぱりチームで働くのは難しいなっていうことで、明らかに優秀ですけど不合格っていうことの判断をしたことはあります。そこはよく見てます。優れた経歴だったり取り組みがあるなっていう人ほど客観視自分で生きてるかなっていう目線ではより人事は見てます、ね、なるほど。どうですか、黒木先生。その通りだと思いますね。先ほども言ったんですけど、その人をこう見下してしまったりとか自分をこう持ち上げてしまうと良くないなと思いますし、うん、それを踏まえた上で私たちの中で優秀って何かというと、うん、素直な人で自分が何か間違えた時にそれを素直に認めて、うん、そこからどんどん修正していく人っていうのはすごく優秀ですし、うん、そこからどんどん伸びていくと思うので、うん、なのでそういう人たちを持って優秀かなっていうふうには思います。なるほど。素直さとかいろんな企業で言われてますけど、素直な人は優秀であることが多いっていうことですね。ポテンシャルが高いと思います、まあ、優秀になる確率も高そうですね。ぶっちゃけ面接したくないなって思うときありますか？札お願いします。せーの。おー、嬉しい。ありますよね。人間ですもんね。始まる前はあります、はい。始まる前はなんですね。はい、さすがにしんどくなってきたなって思うところとか、はい、いやちょっときついなって思うところはあるんですけど、はい、我々優秀な学生さん採用したいので、うん、なので話す中でおって思って急に乗ってきてっていうことはあるので、うん、ただまあさっきの質問にありますかっていうことない、あるかないかで言うとあります、うんうん、そうですよね。1日に何人ぐらいマックスで面接されるんですか？私8人ぐらいですかね、マックスは。どうですか？そうですね、面接だと私も8人とかグループディスカッションを朝から晩までやるとかそういうのもありました。これを見てる就活生の方、8人目の方とかあとよくある回答というか他の人と同じような感じだともう忘れちゃいますよね。でも、はい、意外と顔を覚えてるので、あ、あの子かみたいな感じで印象というか、うん、そこコネクトできますね。確かに一番最後のグループディスカッションとかも何人目だよってなるんですけど、うん、やっぱ見てるとだんだんやっぱ面白くなってきて、うん、あ、やっぱり良かったなって最終着地はそうなるのはありますね。やっぱ好きなんですね、人というか。そうでもね。そんなことない。興味あります。興味あるんですけど、はい、でもやっぱテンプレ回答、一般的な回答とか、うん、抽象的な回答が多い人は本当に印象に残っていかなくなるので、うん、たまに本当に見返してもこの人何話してたっけってなることはあるので、うん、奇抜さを狙う必要はないと思うんですけど、うん、なんか自分の言葉なのかとか、うん、他の学生さんではなくて自分から出る言葉なのかっていう視点はあった方が人事の印象には残りやすい、うん、いやそうですよね。人事の立場からしても全力で最初から最後まで聞き逃さないみたいなスタンスって無理だと思うんですよね、集中力的に、うん、なのでそれはもう誰が悪いとかではなくて、やっぱ就活生としては印象に残るような努力を最大限すべきっていうことですね。その要素が具体性っていうところと、あと独自性っていうところですかね、はい、ぶっちゃけ学歴フィルターでエントリーシートを落とすことはありますか？では回答の方をお願いします。せーの。これ大丈夫ですか？いや、本当のこと言ってもいいんですよ。本当のこと言ってます。はい、マジですか？逆に例えば、はい、よくあるすごい有名な大学で誤字脱字があって落ちたりとか、うんうんうん、っていうのがあるので、学歴で見ている、それかちゃんと内容を見ているっていうのがあります。田中さんはいかがですか？ないですね、うん、もちろん見てはいますし、はい、ただそのどこの大学かっていうのは何やったかっていうことのが大事で、うん、世に言う有名大学とか、うん、まあ、一流大学出られた方でもその大学の学歴があるからプラスになるんじゃなくて、そこで何をしたのかっていうことは我々興味があるんですけど、うん、どこの大学かっていうのは出身地と同じぐらいであんまり興味がないんですよね。北海道出身ですとか九州出身ですと同じぐらい。ただどこでやったかよりはやっぱ何やったかとか、うん、なぜやったか、それを通じてどうだったかって話を魅力的に語っていただけるのであれば、いわゆる一流大学でなくても、あとエフラン以下っていう大学あると思うんですけど、ほぼ選考には影響しないです。エントリーシート見るの大変ですね。何万社と来るじゃないですか。あれどうやって処理してるんですか？あれはウェブテストとかもそういういろいろな段階を経て最終的に見るっていう形にはなりますね、はい、うんうんうん、学歴でフィルターはかけないんですけど、学歴は推しのポイントにはなります。あ、プラスの面ってことですかね、はい、
そうです、あのマイナスという意味では見ないので、そのフィルターをかけてこのランク以下は受け付けないってことはないんですけど、うん、ただやはりそれなりの努力をしてこないといわゆる難関大学入れないことが多いので、うん、難関大学出たっていうことはプラスのポイントになるので、うん、学歴がこう全く影響しませんっていうことではないんですけど、うんうんうん、たださっきの質問のフィルターにはなってないっていう意味です。あ、なんかすごいしっくりきました。とはいつつめちゃくちゃ多くないですか？めちゃくちゃ多いです。そうですね、はい、じゃあ学歴フィルターがないとしたら、まあ、全部にある程度目を通すということなんですけど、これはちょっと質問からずれるんですけど、こういうエントリーシートは光るものがあるとかありますか？テンプレじゃないものです。飽きるほどいいです。見てるので、はい、書き方の例を参考にして書きましたっていう事例は本当に見た瞬間に判別ができるので、うんうん、そこらの AI より多分判別できると思います。すごいな。逆にその中身の話の内容ですね、例えば印象に残ってるのは、うん、私はバカになれますっていう書き出しから書き出されてるエントリーシートがあって、はい、まあ、通常そういうこと書き方される方はあんまりいないんですけど、うん、一発狙ってるのかなと思いきや中身を見ていくとしっかり考えられていて、なのでやっぱり読ませる内容だなっていうところもあるので、本当にテンプレートに沿ってやってきたことを整理されても印象に残りづらいっていうのはあります。結局イエスだけでは判断しないので、うん、テンプレ書いていてもその方のやってきたこととリンクしないとすぐ分かりますし、うん、イエス見た瞬間で大体本当に1分見ないぐらいです。最初は分かるんです、はい、それで、まあ、興味深くて面白い、話してみたい、こういうことを聞きたいって思わせるイエスかどうかっていうところはものすごくイエスを見てるのですぐ分かります、うん、どうですか黒木さん。イエスをたくさん受け取るんですけど、はい、それもどちらかというと同じようで受付っていう形なので、うん、その後のビデオ選考とか、うん、そういうところで中身を見させてもらうので、うん、自分の中で、まあ、ビデオ面接も含め印象に残ってるのは、私はカジノをやってましたとか、なんか本当に周りからマイナスに思われそうなこともプラスで面白く言える、うんうん、個性的な人は面白いかなっていうのは思いますね。会社の社風であったりとかっていうのにマッチするようなエピソードがあるとか、普通からちょっと外れてるけど本質をちゃんとついてるみたいなところが印象に残るっていうことですね、うんうん、はい、ぶっちゃけこれは絶対に聞かれたくないという逆質問はありますか？せーの、おー、何を求めてるのあなたは逆にって、逆質問のに逆質問したくなるっていう人事としてはうん、残念だなって思う。気抜けないな、うん、逆質問で。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。